さて、今日のトランスフォーマーは、コンボイのお説教が響き渡るサイバトロン基地から物語を始めよう。おい、お前たち、お前たちの中で誰か基地の中にペプシコーラをばらまいている大バカ者はいないか。俺違う。司令官、私じゃありません。おいらも違うよ。俺も違うぜ。俺も違う。ということは一体誰が司令官じゃないの。せいせい、怒ってるあんたが一番怪しいぜ。なんだと。私はそんなことはやっていない。はて、どうしたものか。テルトロン1に基地全体をスキャニングさせましょう。そうすれば、ペプシコーラのような物質を持っている奴がいれば、すぐに反応するはずです。なるほど、ラチェット。よし、早速やってくれ。パポパパパポパパ。F ブロックにペプシコーラを持った奴が潜入しています。仲間は全員揃っているはず。ってことは侵入者だ。そいつが、ずっと今までペプシコーラをばらまいていた犯人ということか。よし、みんな、F ブロックに急行しろ。わかりました。了解。ラチェット、君はここに残っていてくれ。万が一そのペプシコーラをばらまいている犯人が移動したら、すぐに連絡してくれ。了解しました。そしてどこだ。出てこい。出てこなければこちらから行かせてもらうぞ。ん？そこの裏に何か生命反応がある。その裏に隠れているんだな。よし、俺が行って見てきます。頼んだぞ、クリフ。さてと、ペプシコーラをばらまいている犯人は誰かな。まったく、困っちゃうぜ。そこにいるのは分かってんだぞ。見て、シュワーブシュワーブブブー。ペプシコーラ飲みすぎて死ねシュワーブブブブブブ。お前は何者だ。シュワワ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 。僕の名前はペプシマンだ、シュワ。目的は何だ。なぜ基地の中にペプシコーラをばらまいたりしたんだ。最近ペプシコーラの売れ行きがあんまり良くないような気がした、シュワ。だからこの私が腹いせに地球の平和を守っているというサイバトロンとかいうやつらの基地に潜入してペプシコーラをばらまいてやったんだ、シュワ。要するにあれか、一種の嫌がらせってことか。そんなことは、この私が断じて許さん。この私を倒せるものなら倒してみろ、シュワ。よし、いい度胸だ。表に出ろ。私と一対一で決着をつけるぞ。望むところだ。貴様などペプシコーラ一杯で十分。さあ、表へ出ろ。そして、全員表へ集合した。クリフ、お前の仇は必ず取ってやる。まあ、そこの赤いお仲間さんのためにせいぜい頑張るしはね。どこからでもかかってこい、ペプシマン。私が相手だ。シュワワワワワ。私から攻撃を仕掛けるのも私らしくないっしは。やれ、ペプシドッグ。何？ブッ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 ペプシドッグは口からペプシコーラを吐いて相手に飲ませることによって相手を殺すことができるんだ、シュワ。ブル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 。なんちゃってな。え？くぬるブシャー！相手は動物虐待だか。ふん。私の顔をよく見てみろ。なに？よく見てみろだと、シュワ。あ！マスクをしている。その通り。マスクをしているから私はペプシコーラを飲もうにも飲めんというわけだ。おのれくそーしましょーブッシュ。何度やっても無駄だねっけーブッシュ。やめてくれシュワーチキン。なーに、言いたいことは何もしないさ。一瞬で天国に行かせてやるぞ。やめて、お願い。くたらりーブッシュ。ああ、まったく。なんて残酷な。そして、いや、恐ろしい敵だったな。そうでもなかったぜ。あれ、俺は今まで一体何をしていたんだ。まあいい。し
かしま、ペプシコーラで人を殺すなんて、随分とまあ手の込んだ犯罪ですこと。まったくその通りだね。ペプシコーラにご用心ということだな。ははははは。